マクマト 120mm 自走迫撃砲は、イスラエルで1960年代初頭に開発された 120mm 迫撃砲装備の自走迫撃砲である。M3 ハーフトラックの車体にソルタムシステムズ製の M65120mm 迫撃砲を搭載した車両で、ハーフトラックマーク D とも呼称される。1967年の第3次中東戦争。 1973年の第四次中東戦争において実戦投入された。名称のマクマとは、ヘブライ語のマージョ・マクベダ・ミナヤと、自走重迫撃砲という意味の語のアクロニムで、本 120mm 自走迫撃砲のほかスーパーシャーマンにソルタム M66160mm 迫撃砲を、搭載した 160mm 自走迫撃砲も、マクマトと呼ばれる。 イスラエル国防軍は1948年の独立戦争以来、アメリカ製の M2、M3 ハーフトラック及びこれらのレンドリー姿である M5、M9 ハーフトラックを多数運用していた。イスラエル軍では様々な派生型が運用されていたが、その中で主要な形式についてはマーク A からマーク D までに分類されていた。すなわちの4種である。 マクマト 120mm 自走迫撃砲については1962年から生産されたとする資料もあるが、1960年の軍事パレードに本社と見られる車両が参加していることから、少なくとも試作されたのはもっと早い時期であったと考えられる。構造としてはオーソドックスなもので、ハーフトラックの兵員室中央部に迫撃砲を搭載し、 両サイドに弾薬を搭載しているというスタイルである。特徴的な点として、アメリカ軍が第二次世界大戦時に運用した M4、M21 自走迫撃砲は、前者は迫撃砲が後ろ向き、後者は前向きに装備されており、射撃方向の調整が限定的であったのに対し、本社は迫撃砲搭載部がボールマウント状になっており、 ある程度自由に砲の方向を変えられるような構造になっていたことが挙げられる。搭載された M65 迫撃砲にはいくつかのバリエーションが存在し、タイプにより砲弾の搭載方法が異なっている。軽量タイプは筒状の砲弾ケースを束ねたものを搭載しており、重量タイプは箱状の砲弾ケースを搭載する。使用された車体については、 現存する博物館の車両や記録写真を確認する限りでは、レンドリース型の M5、M9 の車体が使用されている。これは、運用上最前線に接近する可能性の高い走行兵員輸送車タイプに M3 を優先的に使用し、最前線に接近する可能性の低い自走迫撃砲型に対して、 防弾能力の低いレンドリー姿を回したことによるものと考えられる。もっとも M3 車体を使用した幕間と迫撃砲が必ずしも存在しないということが明確なわけではない。本社は1967年の第3次中東戦争、1973年の第4次中東戦争において運用され、1980年代以降には他国への輸出や イスラエル軍と友好関係にあったレバノン南部の武装組織、南レバノン軍への供与も行われている。現在、イスラエル軍においては、マクマト自走重迫撃砲は、M113 装甲兵員輸送車をベースとした、車種により更新され退役している。イスラエル国内のイスラエル砲兵隊博物館には、搭載砲の M65 とともに、マクマト自走迫撃砲の実写が展示されている。 ウィキメディアコモンズには、マクマト 120mm 自走迫撃砲に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。